スナイフェルスヨークトル山頂、スナイフェルスヨークトルは、アイスランド西部のスナイフェルス半島にある、清掃火山である。山頂から氷河があるという特徴がある。その名前は本来、スナイフェルであるが、同名の山が他に2つあるため、区別するために、スナイフェルスヨークトルと呼ばれている。スナイフェルス半島の西端にあり、天候が良ければ、 ファクサワンを挟んで1 2 0トル離れたレイキャビークからも見えることができる。スナイフェルスヨクトルはアイスランドで最もよく知られている観光の名所でありジュールベルヌの小説指定探検に登場したことでも知られている。この作品では主人公が地球の中心の地下への入り口をこの山で見つけることになっている。スナイフェルスヨクトルの周辺一帯は スナイフェルスヨークトル国立公園として管理されている。スナイフェルスヨークトル周辺では大きな火山は清掃火山であるスナイフェルスヨークトルだけだが、その他に小さな火山体が多く見られる。火山活動によって形成された地形としては標高の高いところでは無色鉱物など低いところでは玄武岩の溶岩による地形が見られる。関心与には山頂の加口で噴火が起き、 無色鉱物が多く噴出したと考えられている。西暦200年を挟んだ前後150年の間に最後の噴火があって、それ以来休止状態である。最後の噴火は山頂の河口で起きたブルカの式噴火形式で0.11立方キロメートルの噴出物があり、溶岩もあったと考えられている。スナイフェルスヨークトル国立公園は海岸線を含む 国立公園としてはアイスランドで唯一である。面積は170キロ平方メートルで、南はダグベルザラ地方のハーフラウンから、北はグフスカラルに至るまで広がっている。海岸では多くの野鳥が産卵期には見られる。海岸沿いの平地部は近くの川口から噴出、あるいは氷河で削り取られてきた溶岩で覆われている。溶岩は苔で覆われていることが多いが、 洞窟状になっていて内部に多種多様な草木がびっしり生えた場所も多く見られる。公園内には溶岩の流れた跡などの火山活動の形跡をよく観察できる遊歩道が整備されており、北部のエースタインスダルル渓谷あたりまで、急峻な坂道などはなく、なだらかに歩けるようになっている。スナイフェルス半島の地、公園一帯で最もよく見られるような地形は、 質学的にには最最も新しく最後の氷河期頃に形成されれたと考えられているこの地帯から北に向かって氷河のあるあたりはバルザスキスタと呼ばれており氷河のもとあるいは海面下での噴火で形成された業海岸のパラゴナイトであると考えられているスバルスファ周辺が海底噴火の後の東側ロンドランガルのあたりにフラッグがあると考えられている 公園内では2種類の溶岩が観察される。一つは表面が荒いアー溶岩、もう一つは滑らかなパホイホイ溶岩である。溶岩のほとんどは山頂付近、あるいは他の河口から氷河によって運ばれてきたものであるが、その形状、性質は多様であり、洞窟が多く形成されている。国立公園は、そういった洞窟に入る際にはガイドを同伴するように勧告している。 公園内の標高の低い場所には、プルクホラル、ホラホラル、サクスホラル、オンドベルザルネスホラルなどの小さな加口があり、やはり一帯は溶岩に覆われている。スナイフェルスの登場するサガでは、スナイフェルスのバザルが最もよく知られている。フォルニサクスホルの農場、ベルトフティル、イルスクブジルなど、今から約千百年前にアイスランドで歴史が記録され始めた頃の遺跡が、 いくつかある。グフスカラルの近くには、詳細はまだ明らかになっていないが、500から700年前のものと見られるドーム上の遺跡が多数見られ、これらはスカンジナビアで最古の漁業的な工業施設であると考えられている。あるいはかつてその周辺にいたアイルランドの層が祈祷や瞑想に使った施設ではないかという説もある。13世紀になると漁業が盛んになり、 氷河の周囲に住む人々が増えた。漁業が盛んになる時期には町の周囲の人口も大きくなり、それに合わせて西暦1200年頃にイングヤルドスホール大きな教会が建てられた。またドリトビクなどの失業しやすい場所には漁業関連の施設も多く建設された。ドリトビクは当時アイスランド最大の漁業拠点で40から60隻の漁船を用し 400から600人ほどが働いていた。19世紀になると漁業にも技術革新があり、スナイフェルス周辺での漁業は行われなくなった。国立公園の近くにはヘリサンズル、リフ、オラフスビクなどの村落がある。いずれも当時漁業と商業の中心地であったが、今日でも漁業も社会活動も盛んである。海から見たスナイフェルスヨークトル。 ありがとうございます。